なんか何々さん初訪問しましたとかが出ます。すごいです。何回目の訪問とか出ます。ありがとうございます。顔がむくんでますね。お話し会ありがとうございます。全然アップデートされてなかったんですかね。すいません、出てなかったです。なんかすごいメンバーが言ってて、それをなんか何回目の訪問とか出るよみたいな言ってて、なんだそれとか言って出ないよとか言ってたんですけど、私もしかしてアップデートしてなかったからですね。そうなんですよ、すいません、あの目が治らなくてですね、なんか口内も私ね本当に口内できないんですけど、なんかすごいほぼ初めてか2回目人生に3回目ぐらいの口内ができてしまって、なんか急になんかそういうものなんか変に持って困ってるでですね。で目はさっき病院行こうと思ったんですけど、帰ってきたらずーすぐ寝てしまって、母に起こしてもらいました。そうなんです。あのお話し会の時は、お話ししてる時は皆さんには多分目大丈夫かにと思われている、あちょっと隠せないのであれなんですけど、ツイートの画像をなんかすごい写真を撮るとすごい分かりやすく目がもうボコボコに腫れて いて、そうなので、だからこうやってやったりなんかウインクとかしたりしてどうにかしてごまかしてるんですけど、ちょっとなんかこういう投稿したら眠い人みたいになっちゃって面白いことになってしまいました。でもなんかアリスも全く同じとこに口内炎ができてるみたいで、なんかお菓子食べたらなるよって教えてもらいました。うん、お話会ありがとうございます。土日もありがとうございました。25歳本当ですか。もうこれで予約テストも終わったので、配信をまた再開しようと思います。あとあの前回の配信チョコバナナの話をしたら、すごい買いにお話し会でも行ってくださった方がいたんですけど、それ買いにヤオコさんに買いに行ってあのくださる方が多くて、そのツイートでも載せていただいていて、とっても私は嬉しいです。でもなんか本当にチョコバナナちょっと手に入らなくなってきたので、皆さんすいません、ほどほどにお願いします。なんか課題の中になんかすごい面白いのがあって、ちょっと待ってください。なんか面白いのがあって、アリスにも送ったんですけど、
あったあった、アリスは成長して人気のある歌手になったっていう英文を並び替える問題がピンポイントすぎると思って、もうめっちゃ面白くて、こう送ったらなんかすごい赤いス笑ってくれましたよというだけの話、終わりです。特に情報を伝えただけです。今日の晩ご飯鍋なんか本当に鍋食べたくて、やっぱり鍋って何人か要するので、ちょっともう募集してます今。鍋を一緒に食べてくれる人が募集しないと、ちょっと いいですね、もつ鍋とかいいですよ。ヤッポーくん、ヤッポーくんいますけど、ヤッポーくんいるんですけど、てか今のショールームさんの背景めっちゃいいですね毎回言ってる気がするんですけど、ヤッポーくんですよ。ヤッポーぬいぐるみって商品名です。こんにちは。あ、ハッピーハロウィンさんありがとうございます。免許試験頑張ってください。ハロウィン仮装誰かしてる人いましたかね。あたたかいもの会議したくなるよね。そうなんですよ、あの肉吸いってやつをこの間、ね、食べてみました。あとはあのもやしよ。今日すごく寒くて、皆様本当にお気をつけくださいなんですけど、 NG ワードゲーム、ほらちゃんのおかげで、でも私 NG ワードゲームっていう題名なのに、ゆうかちゃんのお菓子を取るっていうのが本当に絶対罰くらいなんですけど、一回ゆうかちゃん回避したのが本当に面白くて、また大型ですね。そうです、本当に寒くて、なんでチャリをもうこいながら、これはやばいと思いながら速攻で帰ってきちゃったので、本当はおでんを買い食いして帰りたかったんですけど、なんか明日帰って帰ろうか。あ、そうなんですよ、お話し会ね、仮装してくださっている方がいらっしゃ、何かいらっしゃって、もう本当に可愛くて、私がお話し会参加しに行っているような気分で嬉しかったです。ありがとうございます。おでんの具はおでんくん、おでんの具はおでんの具ちくわぶとおでんくんが好きです。札幌最低限ですすごいですよ、お気をつけください。ガンタマちゃんは一回てかガンタマちゃんはやっぱりなかなかレアキャラです。チョコバナナね、あのチョコバナナですね、ほんとやっぱり結構一個が結構な感じのね、お値段春、まあ、その安いんですけど、
やっぱりおやつの中では割とね結構おやつの中で結構高級なんですけど、私からの中では。なんでので、これで母がですねキットチョコバナナキットで作ってくれてて、いただきました。そうなんですよ、チョコバナナってやっぱりね結構乾かしたりの工程とか、あとチョコが乾くまでに急いでつけるとかいろいろあるので、やっぱり大変ですよね。よし、しかも気をつけて、何人かいると思いますよ。あたいマンからあたいってジュリーを思い出します。この間言ったですね、あのキューピーちゃん持ってきたんですけど、もしかしたら著作権出しちゃいけないのか分かんなくて、一その本体はキューピーちゃんなんですけど、コーティングコーティングされてるのは私たちの家族をコーティングしてるんですけど、どうなんでしょうか。中学最後でちゃんとした、すごいです、中学文化祭あるんですね。コーティングというか、ペインティングっていうか、ペイントしているのはあれなので、だからそのどうのせて、あ、見せていいのかわからないんですけど、どうなんでしょう。ペイントありがとうございます。今日は6時半までしたいと思います。顔を隠せばいけますかね。顔はあの私の家族なんですよ、それ完全に。遊びに来てありがとうございます。お仕事お疲れ様です。寒さには弱いですね。うん、でも暑さよりはマシかなと。本当にクリスマスが楽しみでして、もう毎日聞いてますねクリスマスソングハロウィンのあのグッズをいただいてる最中、本当にって感じなんですけど、でクリスマスがめっちゃ楽しみって、なんかサンタさんの話、なんかこの間お話し会の時に愛ちゃんとアリスがいて、なんかアリスが自信満々にサンタさんの正体をドヤ顔で愛ちゃんに教えてましたけど、で愛ちゃんが落ち込んでましたよ。そう、私たちでですね、アリスがドヤ顔でなんかサンタさんのどちらこちらとかなんか正体言って、で愛ちゃんはなんか絶対違うからとか言って、なんかすごいなんか一生懸命反論しててっていう感じでしためっちゃね、そしてアリスがねさらっとね煽っていましたけど、愛ちゃんがすごい違うんだよ、だってなんかこうだからこうだからとか言って、なんかすごい証拠みたいなのを提示してました。おー、芋ですね。昨日と今日焼き芋を食べました。寒いですね最近、気をつけてくださいね。
好きなコンビニはいっぱいあります。スタバですね。最近自分の通る駅に新しいのができて、で泊まに行くんですけど、毎回売り切れています。あとお金がないです。なんかあんバターサンドがあって、それをこの間温めてくださいって言ったら、どういうことですかって言われてしまいました。なんで、あの、なんで私は温めるもんだと思ってて、めっちゃ普通の顔して、すいません、じゃあ温めの方でって言ったら、なんか温めの方でみたいな感じになってしまって、あっと思って、私はなんで温めちゃいけないのかが、ちょっと待ってください。ヤッポーくんの三角形外したらツルパゲになっちゃった。ちょっと一回これ見せたいんですけど、ヤッポーくんも著作権っていうのがあるかな。誰そうで、あの、で店員さんに、じゃあ一応10秒ぐらいやってますねって言われて、え、10秒しか与えてくれないんだと思って、あんたツルパゲだった著作権。でも一応ヤッポーくん、ヤッポーくんなので、めっちゃ見したいんですけど。誰で、なんか、そうなんですよ、ちょっと話が2点3点してすいませんね。で、あの、10秒しか温めてくれないんだと思って、でも温めてくれると嬉しいなと思ったので、私はあの、そうって思ったんですけど、さやさんありがとうございます。これキューピーじゃなくて、今ね、ヤッポーくんの三角形を外したらつるっぱげになっちゃいました。そうなんですよ。で、私は本当におバカなので、あんバターサンドをチンしたらドロドロになるんですよ。そりゃバターは溶かすとドロドロになるのに気づかなくて、で本当に店員さんには本当に無理なお願いをしてしまって、本当にすいませんって感じなんですけど、すいません、あの時の店員さん適当なこと言ってごめんなさい。やっぱアンバターサンド温めない方がいいですよね。で、確かにあのアンバターサンド温めてもらったらドロドロサンドが完成して、でもそれの方がね、美味しかった気もしますなんですけど、すごい美味しかったです。あのバターも溶けていい感じになりました。なので絶対あの店員さんには、いや、アンバターサンドあったんやったらドロドロになりますよって多分思われちゃったんですけど、すごい優しい店員さんなので温めてくださってありがとうございます。皆さんも気をつけてください。アンバターサンド温めますって言ったら、って言われちゃうと思うので、気をつけてください。2ですね、確かに。こんばんは。ちょっとヤッポーくんって見しちゃダメなんですか。何を見したらダメかいいか難しいです。ヤッポーくんを見してバンされちゃったら困るので、でもヤッポーくん可愛いので見したいんですけど、スポンスポンは本当に、私よく自分のなんかビデオメッセージみたいなビデオメッセージみたいな感じでよくメンバーに送るんですけど、でスポゴくんはいつも通りマントみたいにこうやって巻いてビデオメッセージを撮ったら、なんかメンバーに思ったより結構なんか現代風の、現代風もうちょっとなんか古代みたいな感じかと思って、結構現代風なんだねって言ってもらいました、スポコくんは。
今日も可愛いね。スポコあと大丈夫ですかね。そうそうそうなんですよ。2代目だからちょっと今めかしいです。現代話すくそ。だんだんネギが。でも結構酢に入ってるんですけど、前は今日もかわいい。なんか本当に私矯正がなんかだんだんどんどん合わなくなってきて、私あの今痛すぎて寝る時こうやってベッドを押さえつけながらこうやって寝てます古代のスポコどっか行ったんですよ。なんかでも多分どっか行きました。てか私初めてアマゾンを使った、初めてじゃないと思うんですけど、なんかその自分の力でアマゾン注文、まあ最終はあの最後の注文は母にしてもらったんですけど、そう選んだりとかアプリとか入れて選んだりしてみて、そんなみたいなあのあの私がですね一回ちょっと本当にサボんない方がいいですインビザは。ちょサボってしまったせいですごい元に戻ってしまって、なんでほぼ私のせいなんで仕方がないんですけど、ミシミシ言いますね、つける時ミシ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 って言ってますね。でも本当にでもすごい機能ですよ。そうなんですよ。でアマゾンってあの私今ゆずポン酢、なんか前何かの機会でなんかそのゆずポン酢の春雨スープを飲む機会があって、でその舞が飲んでて、で舞にすぐ「もうマジで美味しいよ」って言われて「えっじゃあ今日買うわ」とか言って舞に買ったんですけど、ちょっともうめっちゃハマっちゃって、で箱ごと段ボールごと買いました、春雨スープを。で初めて注文しましたユーフォラありがとうございます。そんじゃ箱買い大人なんですけど、まあほぼい あんまり、まあ、いっぱいは買ってないんですけど、ハウルサムスープの箱で届きました。こんにちは。アマゾン使って一緒に残るかなんか使って確かに。なので一回最終確認は母にしてもらってますね。本当にこれは正しい買い物かどうか。ハーセムスープっていいですよね。ありがとうございます。あ、今回のタワーお城ですね。ありがとうございます。しょうさんありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。うん、これからお世話なくありがとうございますよ。
いいですね。ハロウィンも可愛いですね。ハロウィン仮装、確かに猫耳とかつけようかな。思わなきゃこたつないんですよ。あの理由は多分なんかみんながそこに集まって誰も動かなくなっちゃうからみたいな感じだった気がしますでも一回それでソファーも買わなかったんですよ。私たちは、私の家はしばらくその、確かに瞑想落ち止めですね。でもすっごい良くて、でなんかそのソファーを買ったら誰も動かなくなってみたいな感じの理由だったので、でも結局買って今2個もありますなので、ね、でもこたつはちょっと場所がないので、こんにちは。こたつ配信、こたつも私も最初は時間の問題だと思ったんですけど、多分場所がなくて多分それは、家族ルールなんだ、洗濯を分けているとか。翔さん星ありがとうございます。星、はい、あと3人誰かお願いしますわ、そろそろみかんいいです、てかみかんいいですね、クリスマス、ちょっと何でもクリスマスに、そろそろ、てかあの丸の内の方にあるなんか六本木が丸の内かどっちだろう、表参道かのイルミネーションに行きたいですね。にゃん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 、クリスマスツリーもそろそろ置こうかなクリスマス一緒に過ごしましょう皆さん。勉強する気にならない時どうすればいいですか。一回寝ます、やらなくていいですよ私それしか対処法を取れないですね。イメージの人は誰とする、皆さんとしたいのでちょっと持ってきますね、この携帯を持ってって、どうですか皆さん一緒に来たねとかやろうかな。過ごしましょう。こんばんは。やばい、この距離からコメント欄が見えないです待って、ちょっと本当にさらに目が、高尾さんのこの季節感覚できません。もうでもマイの旦那って書いてあります。じゃあマイがいますよ。まあ私たちも12人体制で、前が先頭でクリスマスプレゼント買ってもらう、いいえ、今度カラオケ、そうなんですよ、なんかイヤホン買おうか迷ってて、でもな、本当に私の歌が下手すぎて、あの視聴者
マイナス150人とかマイナスいっちゃいそうなので迷ってます。チョコバナ、はい、届いてますよ。よよよよん、ピヨヨヨヨン。ニュース、ちょっと私よ突然の視力低下にちょっと驚きを隠せなくて、でもさっきまでめちゃめちゃ寝てたのでいい感じです。てか本当になんか眠くならない系やったんですけど全部ダメでした。どうすればいいですか？ポンスポン元気、ここにいますよ。こんばんは。こんにちは。そうなんですよ、眼科行こうと思います。何もない日に行きますね。次はね、激安してる時大丈夫ですよ。もう今が本当にベストなので、もう今のマイクさんも大好きですので、もう心配しないでください。アリスさんは昨日の配信中眠った。なんかめっちゃ想像できます。今日テストお疲れ様です。毎日ごとにツイートしても続かないってことで、そんなそんな、もう本当にできる時にあの私のことを応援していただければ本当に嬉しいので、テストでゼロ点です。てか愛もあれなんですよ、アリスがお誕生日迎えたのって愛様にとマイクおめでとう。あ、なので私今アリスより今年したです。わわわわわ、なのでちょっと配信時間がねアリスの方が長いです。そうなんですよ、まあでも同じ学年にいるのだね、アリスと。そうなんですよ、なので今アリスすごく優雅な10時まで配信生活をエンジョイしてますよ。私本当になんか人生が本当に何もなさすぎて話すことが特にないんですけど、マイとかなんか最近めっちゃマイが面白い話ばっか聞くんですけど、
がもうみんなすごいんですよ、いっぱい本めちゃめちゃ話す、めっちゃ面白いネタがみんないっぱいあるんですけど、私は特にない特になくて、なので食べ物の話になってしまう。みつきちゃん同級生私もこれ赤いびっくりめっちゃ好きなんですよ、めっちゃ使います。みつきはこうさんですね。モイカの誕生配信面白いもうモイカって喋ってるだけめっちゃ面白いんで、てか私のリュックめっちゃ白くなるんですけど、なんでだと思いますか。同じリュック使ってる人結構よく見かけるんですけど、誰も白くなってないんですけど、なんかなんか塗装が剥げてるのかなと思うんですけど、こんな話題しかない、塗装が剥げてる話しかない。急成長黒なんですけど塗装が剥げてんのかもですまた剥げてて、ちょっと待ってください、一回ヤッポーくんのこれ本当もしかしてこういう商品かな、いや私も本当に髪の毛を増やした、買い替えかしら、ヤッポーくんがですか、どれくらい使ってると、2年くらいですかね。こんばんこんばんは、ヤッポーの仮装はただの三角巾とエプロンをつけた人になっちゃいます。コンクリートとかに置いてた、え、めっちゃコンクリートに置いてます。2年で剥げるとか使い方激しいね待って、でもそうかもしれないです、ごめんなさい。なんかこういうこういう肩、あの本当に普通のスクールバッグとか最近もうでもいいんですけど、待って、あっちの方が励ますね多分。どうしようかなあ、配信で質問コーナーとか展示してると確かに、じゃあ次の配信は質問コーナーみたいにしようと思います。皆さんから質問を募集してたそろそろ読む回にしますね。次は多分金曜日ぐらいにやると思うので、すごいです、なんかみんなすごいアップデートしたので、すごくなんかいろんな情報が入ってきます。で何回かやるのでぜひ見ていただけたらなと思います。前は即席100、すごいですよ年度配信、あの着色料どうしましょう、1週間悩みが一番好き、金か銅ですね、いや金ですね、いやてかめっ
てか愛ちゃんが会うたびクリスマスマーケット行きたいって言ってます。もぐもぐ配信私が黙っちゃうので、目刺されたそうですよね、すいません、本当にお見苦しい状況で、ちょっと本当にこういう感じで配信しようかな。本当ですか。あ、ルーマニアさん、ありがとうございます。あ、クマさんがルーマニアさん、こんばんは、いつもありがとうございます、嬉しいですよ、ありがとうございます、ありがとうございます。ランキング3を20分に読みます、20分に読みます。食べ放題に行きたいですね。ねみさんのクアリーのライ素晴らしかったです。本当に立ち上がりそうな気分でした。とっても勉強になりました。私たちの特別校本当に頑張らないといけないなと、先輩たちは本当にとっても輝いていて頑張ります。はにかみしおとさん本当に毎日聞いています、本当に毎日本当に絶対10回聞いていてとっても大好きです。翔さん経験ありますか？ないです。おいしそうです。結構辛いですね。どうしてこんなことになってしまったんでしょうか。はい、別公演がありがとうございます、みんなで頑張ります。確かにでもちょっと個人的には口内炎は結構ダメージきてますね。野菜食べないと、確かに確かに、ちょっとめっちゃ光ります。
そうなんですよ、食べると聞きたいです。あ、20分になりました。じゃランキング読ませていただきたいと思います。では13位の方からいきますね。13位の方、高橋聖太さん、ありがとうございます。12位まいこさん、ありがとうございます。11位シュークリームさん、ありがとうございます。10位ネロさん、ありがとうございます。9位シグさん、ありがとうございます。8位大地さん、ありがとうございます。7位ディバさん、ありがとうございます。6位サヤさん、ありがとうございます。5位どんぶりまんチョコさん、ありがとうございます。4位カプリコンさん、ありがとうございます。3位ユーホさん、ありがとうございます。2位ルーマニアさん、ありがとうございます。そして1位はショウさん、ありがとうございます。ではでは、今お呼びできなかった方もありがとうございました。ちょっと時間が空いてしまってすいません。今日本当早く帰ってこれたので、いろいろ部屋の片付けとかしようと思ってたんですけど、すっかりかっさり寝てしまいました。にゃー、なんで本当に寝ない、どうしたら寝ない。でも5分とか、家出る前の間に5分とか空いたら寝ちゃうんですよ。ベッドで一回寝ようとか思っちゃうんです。その多分工程が私の人生をこう狂わせてる原因なんですけど、なんで一回2分とか時間がちょっと2分前倒し、予定より前倒しになったら、よしベッドで寝ようとか言って、結局1時間経って本当にガチ焦りするっていうのが毎回なん恒例なんですけど、とってもショックです。しっかり布団もかぶってね休憩するのでそりゃ寝るよってメンバーに言われます。最後少しちょっとすごい痛みしてるんですけど、すみません。でちょっとほっぺ張ってします。はい、ありがとうございます。大型っぽい、めっちゃ言われます。友達にも本って大型出すぎってめっちゃ言われます。確かに こんばんは。お話し会たくさんありがとうございます。嬉しいです。皆さんたくさんお話ししたいです。ちょっとなんか久しぶりのお話し会だったんで、なんかたどたどしい感じになってしまってなんですけど、皆さんがとても優しくしてくださったんですいません。土日でもとっても楽しかったです。ありがとうございます。ブラジル歌って、どこか孤独な君へ私歌を届ける。すごい歌詞が好きですね。この間なんか練習してて勝手に泣けてきました何回も踊ってんのになんか不意に泣けてきました。なんかすごいフラジルで元気をもらってるってすごいね、長文送ってくださった方がいらっしゃって、なんかそれを私は夜に見て泣いてしまって、もうなんかこんなに助けになってるなんて、もちろん分かっ、皆さんがそう言ってくださるのもちろん分かってるんですけど、なんかこうやってすごい具体的に言われると思っていなくて、本当にこの曲で元気をもらいだして
もらえてるんだなと思うと本当に嬉しくて、なんでそれを歌っ、なんかそれをその方がこう歌詞とかここがすごくなんかこういうところがなんかその生活とリンクしてみたいな感じで言ってくださっていたので、なんかその遠くにいらっしゃる方なので、なのですごい遠くでもそうやって届いていると本当に嬉しいなと思って、でそれをなんか練習してる時に不意に思い出してなんか泣けてきていや、あの時は私は本当にびっくりですよ自分でも。でメンバーとかはね、私たちの曲ですごく作っていただいたのでたくさん練習もしてまあしいっぱい聴いてるんですけど、でもそれでもやっぱり聴くたびにここの歌詞がやっぱりすごくないって、やっぱりここすごいよね、振り付けよくないってメンバーみんな言うのでね、やっぱりもう愛がこもってますね本当に。いっぱい練習しててもやっぱり練習するたびにいろいろ魅力が私たちも発見したりとか、コメント欄とかでお、なるほどそういう見方あるんだなと思ったりするんですよね。もうすごいあのコメント欄の数でそのコメントで教えていただいたりとかして初めて、あ、そういう見方があるんだなとか思ったりするので、私もそうやってその結構練習の時に私たちはすごいなんて言うんですかね、もうちょっと歌詞を読み込んできてってすごく言われること、言っていただくことが多いんですけど、やっぱりそう歌詞を読み込んでっていうなんかただ歌詞を読んでフォンフォンっていうというかは、なんでこういう表現にしたんだろうっていうところを読んでっていう意味だと思うので、やっぱりファンの方から学ぶこととっても多いですね。あ、なるほどと思っていっぱい聞いてるはずなんですけど、皆様から初めてなるほどそういう意味だったんだなって思ったりとかもあるので、そういうのが自分でできるようになりたいですね。そうなんです、定期公演に向けてあのゆうかちゃんと歌詞解釈大会を今度開催しようって話をして、ちょっと定期公演が、あ、特別公演が延長になっちゃってたのでちょっとなっちゃったのであれなんですけど、そうなんですよ、やっぱり歌詞を解釈するのはいろんな人と共有したいなと思いまして、ゆうかちゃんを誘いましたゆうかちゃん何でもいいよって言ってくれるんですね、優しいので。あ、テスト頑張ってください、ありがとうございます。なんかここの今テロップに出てるこういうのを今度やろうかなと思ってちょっと研究してきますね。ゆうこちゃん優しい、確かに確かに確かに、ブラーマゆうこちゃんやばい、その読み方めっちゃいいですね、私もカタカナで今度か呼ぼうかな。たくさん愛伝わりましたよ、ありがとうございますちょっと確かに名前書こうかな、ちょっとそろそろ6時半になりますね、今日ジョイドンがありますかね。皆様ぜひ次回の配信を見ていただけると嬉しいです。ちょっとね山場を越えましたのでちょっと配信の回数を増やそうかなと検討中なので、受験面頑張ってください、応援してますよ。レノンというかレノンというかですのでレノン最近めっちゃ褒めてくれるんですけどすごいお姉さんが多いですよ、ニアジュイは。なんでぜひお
目の病院行きます。ありがとうございます。すいません、ご心配おかけしてしまって。なんで写真が違和感あると思うんですけど、すいません、治るまでは申し訳ないです。じゃあレノンとユーカーの配信を見ていただけたら嬉しいなと思います。今週まだ火曜なんで、ちょっと本当にすごいな、今週は なんか長いんですけど、ちょっと皆さん頑張りましょう。お腹がでは皆様、本日もありがとうございました。ゆっくり休んでくださいませ。今日見てくださってありがとうございました。ちょっとご報告、配信の時間ご報告がギリギリになってしまって申し訳ありません。お仕事終わりました。お疲れ様です。ありがとうございました。皆さん本日もお疲れ様です。寒くなってきましたね。体調に本当にお気をつけください。私も気をつけます。ありがとうございました。